はい、高部を見たのね。おお、いい選手、速いし。いや、あれめちゃくちゃ速いですね。そうですね。俺びっくりしたって、あのボールを追いかけるスピード、あいつが多分。さあ、ということで、谷繁元信のカットボールチャンネル。違うわ。違いましたっけ。スタートですけども。はい、今回は日刊スポーツさんのこのいわゆるアプリですよね、うん、これが結構今しげさんがはっきり言っていろんな人に広めてるから、うん、あの結構ユーザーの方増えてきてるっていうような気がするんですけどどうですか。いや、それあんのどう。まだまだ頑張りたいと思いますね。もっといろんな方に、ま、欲深いね。あ、じゃあ、ええ、この日刊スポーツのアプリを使いながら、うん、はい、今日やっていくのは後半戦の推し選手。お、後半戦の推し選手ですよ。そういうことね。これじゃあ セリーグからやる？パリーグからやりましょうか。はいよ。だってセリーグの方が詰まってるから、うん、パリーグもちょっと、まあまあ、開いちゃってるもん。分かった分かった。分かった。パリーグじゃあ首位ホークスからいきましょうよ。ホークスの推し？うん。じゃあこれ見るしかないじゃん。いや僕でもねもう決まってるんですよね。お、マジで？はい。僕は交流戦見て、あ、この選手だなっていうのは一人ピンときてますね。誰？柳町ですね。あ、左のね。あ、やっぱギータのあの怪我の後、うん、ギーマですか。柳町なんでギーマってファンの方は呼んでるんですけど、本人はあんまり気に入ってないでそうなんですけど。そりゃそうですよ。柳町が僕これ結構これありそうだね、レギュラー取るんじゃないかなと思うんですけど。あ、俺はね、はい、いた。誰ですか。俺は広瀬。おー、どっちも KO ですね。そう。でも広瀬の方が全部 KO だから。幼稚者から。幼稚者からだから。だってそうす、ね、初めてなんだから、うん、幼稚者から KO で。そうなんすか。そうなのよ。全部 KO でプロ入ったのが広瀬が初だから。いやこれね、大学の時に、うん、俺映像、まあ、去年のドラフト前に、はい、まあ、いろんな選手の映像を見てて、はい、なんかいい選手だなと思ってて、うん、でやっと、交流戦前ぐらいにスタメン使われ始めたのかな、うん、なかなかヒットが出ずにさ、はい、でもこの間ヒットが出てからはまあまあそこそこ今最近打ってるし、で足も速いし、そうなんですよね、守備も、そう守備も、はい、あの結構そつなくできるし、うん、あのちょっと楽しみかなっていう。へ、うん、じゃあ次、はい、今2位は日本ハムファイターズ、はい、誰ですか。俺は水谷でしょ。はぁ、後輩だもん。え、後輩だよ俺。そうなんですか。そうだよ。ああの岩見智翠館。あ、そうなんですか。そうで、ソフトバンクに入ったんだけど、うん、まあ、全然ソフトバンクじゃなかなかチャンスがなく、現役ドラフトで日本ハム行って、うん、今あれだよ、交流戦首位打者だよ。いやすごい。いや本当この選手がよく余ってた。年俸いくらですか。年俸は600万ぐらい。年俸560万。俺の方が多いじゃん。俺と同じぐらいやな。いや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 、やらしいわ、やらしいわ。同じぐらいやな。まあこれはあれだよ、もう今一軍でずっとやってるからさ、うん、差額が絶対もらえる。そうなんですよね。そう、最低年俸今1600か、ね、え、マジで。そうっすよ。嘘。そうっすよ。そんな一軍最低年俸3600万。うわ、俺今の時代が良かった。差額ってこれ見てる人分かります。ああ、どうだろう。例えば560万の人が、1年間ずっと一軍におったら1600万が一軍最低年俸なんで、1040万足りないから、そう、1040万はもらえるんですよね、オフに。だから半分だけ一軍におったら1040万足りひん分の半分だから520万、そうそうそう、日割りにしてもらえるんですよね。そうそう、これメジャーでもそうなんですけど。もう俺1年目あったわけよ。いくらでした。だって1年目の給料で480万だから、はい、で俺が入った時の最低年俸って、はい、多分ね720か840どっちかな。そんなに開けないですね。とは言ってもさ、まあまあ、数百万あるわけじゃん、まあまあまあ、俺1年間いたから、はい、まあ嬉しかったね。ファイターズ水谷。そう、この子はどうですか。
いや、能力的にはものすごいものがある。あやっぱあの、遠くにも飛ばせるし、で足がね、そこまでもしかしたら速くないかもしれないんだけど、あ、まあ、あの守備もそこそこできるし、うん、これね、ちょっと面白い。そこの、ね、選手で出していいんだったら、僕ももう出てる選手出していいんですか？いいよ。じゃあ、タミヤ君でしょ。あだって、タミヤは開幕から出てたじゃん。いや、まあそうです。水谷はちょっと前だよ、2ヶ月いや、でももうこのタミヤ君は、いや、覚醒したね。多分このまま行くと、うん、次の WBC の正捕手は、うん、タミヤ君か、うん、山本雄大君かどっちかやと思いますよ。あ可能性ある、ね、本当に坂倉君がちょっと ね、今年ね、今キャッチャーとしてちょっとつまずいてるから、うんうんうん、この2人のどっちかじゃないかな。タミヤは肩も強いしね。もう肩は、甲斐拓也、うん、でバッティングは近藤健介って言われてるから、うん、あそうだね。いや、このタミヤはやっぱバッティング、シゲさんどっち評価してます？バッティングと、まあ、まず打つ方じゃない？打つ方がいい。まず打つ方、うんうん、あとどうですか、ディフェンス面、キャッチングとか。ちょっと硬さが、ちょっと硬い、硬い、まだこう、なんて言うんだろうな、遊びがないというかね。あ、うん、だからそこがもうちょっとこう慣れ、離れしてきたりすれば良くなっていくと思うけどね、うんうん、なるほどね。まあ、リードってよく言われるんだけど、まあ、リードもこれからで、やっぱり。で、もういろんな、ね、これから出てきそうなキャッチャーとかの評論とかさ、解説とかでも言うんだけど、今評価ってなかなかできないじゃん、出てきてすぐって、はい、だからそうじゃなくて、それがだんだんこう積み重なっていった時に、じゃあキャッチャータミヤっていうものを相手に意識してもらえるようなキャッチャーになってほしい、ね、へえ、なるほど。そうなってくるとリードっていうふうに。ああ、じゃあ次、千葉ロッテマリーンズ行きましょうか、はい、誰ですか？ロッテね、俺はね、友杉。ほう、内野手、うん、うん、彼、大阪桐蔭かどこでしたっけ？どこでしたっけ？立正大湘南か、大阪の方や、島根県なんで。そうですね、そう、野球で行ったんだよね。あ、うん、なぜ友杉？まあ、あの守備も、守備結構そつなくこなすタイプ、うん、選手 で、まあ、バッティングはちょっとこうしぶとさがある、うんうん、これね、もっと出てきてほしいのよ。なるほど、うん、いや、そんなに出したら僕本当に挙げたいのは藤原恭太ですよ。もういや、もう彼がやっぱ一番リードオフマンに入らんと、いや、もうあれ今年怪我だよね、あれ。まあそうですね、怪我で出遅れましたけど、ちょっとこの逸材は、だから藤原とか、まあ安田も頑張ってますけど、この辺がもう行きそうで行き切らないじゃないですか。そうだね、はあ、そうそう、ここのね、関西の高校ドライチ2人がね、入ってくると千葉ロッテ加速するんじゃないかなと思うんですけど。そうね、うん、この間あの ZOZO 行って久々に、はい、高部を見たのね。おお、いい選手、速いし。いや、あれめちゃくちゃ速い。そうですね、俺びっくりしたって、あのボールを追いかけるスピード、はあ、あいつが多分一番速いんじゃないかな。国士舘かどっかですよね、高部。高部、はい、あ、そう、はい、いや、あれはね、ちょっとびっくりした、あいつ の高部の速さには。国士舘ですね、東海大甲府だ。あ、神奈川出身なんだ。あ、いや、これね、高部の守備を見てるだけで面白かった。へえ。っていうぐらい。へえ。じゃあ僕から言っていいですか、今度。はい、いいよ。僕は楽天はこの選手魅力的やなと思ったのはやっぱ小郷ですね。ああ、いいね。いい選手ですよね。いや、いい。ほぼ何年目？ 5 年、いや、結構6年目。小郷と、あとあのショートの村林、はい、この 1,2 番ね、この 1,2 番、うん、あの渡辺直人コーチが言ってたんですよ、はい、もうこの村林がようやく独り立ちしてくれた。あのね、守備はめちゃくちゃうまい、はい、もうあの去年から源田より実は隠れスタッツがいいショートストップなんじゃないかっていうふうに言われてたんですよね。村林ね、はい、うん、シゲさん誰ですか、イーグルス。え、俺ね、でもね、なんかやっと
やっとって考えると、うん、なんか辰巳がこうまあね、ここ数年頑張ってだん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 やっぱりこう力をね、うん、出してきたんだけども、あ、やっぱり辰巳だなっていうものがやっとこう出てきた感じがする、うん、まあ似たり寄ったりで言ったら田中和樹もいたり、そうね、うん、ここがいつもなんかどっちも固定されない方ありましたけど、うん、あの茂さん、辰巳幸之助って選手見たことあります？ない。これね、隠し球としてすごいですよ。もう俺ね、これプロ野球選手なのって、もうごめんなさい、本当辰巳幸之助選手ファンには申し訳ないです。本当に僕最初見た時、ボールボーイの子がいるのかっていう、いるのかっていうぐらい、体重67キロですよ。176センチ。さーっとして、っていうぐらい、でもこの選手が、育成1位。はい。もうむちゃくちゃ足速いんですよ。この選手もね、多分ね、どこかで出てくると思います。あるね。イーグルスが、例えばその足のスペシャリストでも固定で一人をずっと置けるレギュラーをみんな掴み始めたら、こういう選手って一人置けるじゃないですか。あ、そうだね。置けると、この辰巳幸之助は、楽しみだね。楽しみな選手です。はい。じゃあ次は、オリックスバファローズいきますか。お、どうしましたか、ここまで。まあこれは俺はちょっと予想してた範囲で、そうですか、うん、やっぱり、いや、 やっぱりね、山本と山崎のこの2枚の穴っていうのはまずでかいと思ったのね、うん、まず、はい、で、まあ、そうなるとその周りにしわ寄せがいくわけじゃん、うん、もう俺がやんなきゃとか、はい、ね、みんなそうやって力みできて、うん、まあ、怪我っていうところはさ、なかなか予想はできないけども、うん、どうしてもみんなそのあたりでちょっと調子崩していって、うん、まあ、全体的にチーム的にちょっとこう落ちていくんじゃないかなっていう予想はしてたんでね。オリックス、オリックスはね、はい、俺はちょっとだけ使ってくれたんだけど、うん、あのドラフト1位の横山君、そう、へえ、楽しみだよ俺は。いや、もう背番号34で、うん、本当バッティングの構えも吉田正尚ですよ ね、うん、はあ、ちょっと楽しみな選手なんだけどね、うん、オリックスのもう近年の補強はショートストップ限定で集めてるみたいですね。あ、まあ、全部は守れるようになるからね。そうですね、あのコンバートしても、はいはい、できるからね。どこでもあのこれアメリカで言うとメジャーはパドレスがそうなんですよね。ショートばっかりを集めてきて、例えば今外野のメリルなんかもショートで、おいセンター行けとか、はいはいはい、クロネはそれファースト行けとか、うん、みんなショート集めとけばもうそれなりに有利。いや、絶対動けるからね、はあ、なるほどね。はい、じゃあパリーグラスト。え、ラスト西武ライオンズです。あ、そっか、西武か。ライオンズ難しいな。でもいい選手いっぱいいるんやけどな。そうだね。僕は個人的に言っていいですか、はい、超マイナーなこと、今マニアックなこと言いますよ、はい、僕はもうあの独立リーグの時から見てるんですけど、うん、奥村光一っていう、うん、この外野手支配下に入ったんですよ、うん、このねガッツマンがものすごい頑張るマンなんですよ。まだ全然結果出てないですけど、まあまあムードメーカーですし、まあガツガツ系なんですよ、うん、こういう選手がレギュラー掴んでくれたら面白いなっていう。奥村浩一ね。はい、奥村ですね。おしゃれを欠いた若林みたいな若林も結構ガツガツいく系じゃないですか、はい、でもスマートじゃないですか。こっちはでもスマートじゃなくて泥臭いガツガツ系なんで、こういう選手が出てきたら面白いなっていう、もう肩にはまらない型破りな選手です奥村浩一。俺はね、はい、ヒルマン。あー、いい選手、うん、これ怪我したんだっけ、ヒルマン。そうですね、なあ、はい、開幕前。いい選手だなと思うよ。まあやっぱりもう栗山もさ、うん、いい年だし、うん、うん、あ、でも申し訳ないですけど、ヒルマを一番になったり5番だったり、こういろんな打順で使って使いこなせてなかった、正直印象もあるんですよ。あ、うん、なんか固定してあげた方が良かったのになって思うんですけど、どうですか、しげさん。
でも今打てないチームがまあ今多い中さ、はい、どうしてもその打順を固定して打てないとどうしてもその打順をやっぱりいろいろ変えていくっていうのが、うん、まあ、どうしても動きを入れたいんだよ。あの楽天がもうドハマりしてるんだ。確かに全部も固定で。そうですよね。1番から5番ぐらいまで、あ、はい、5番4番か、まあ、あの第一までさ、はい、ほぼ固定して、はい、そこがもう完璧にはまってるよね。で、うん、8、9も、太田と小深田、はい、であそこに、まあ、途中に浅村が、まあ、ちょっと抜けたりしてたけども、はい、であの外国人と、うん、だ今一番その打線的に安定感っていうかね、相手からしてちょっとこういやらしさがあるのは楽天じゃないかなと思うんだよね。だから茂さんも監督務められてましたけど、やっぱり固定した方が、まあ、去年のタイガースの勝ち方って固定してある程度こう自分の役割を認知して自分の働きができた、うん、これだけバタバタしちゃうと。それはだからみんなその結果が出ないからどうしても動かざるを得ないんだよ。例えば今江監督なんかも結構表情は朗らかで選手にのびのびやらしてる監督に見えて。そうだね、うん、楽しみですよね。新庄監督も結局3年で形にしましたよね。したよね。でこれファイターズのスタッツ、うん、すごいな。もう十分です。安定してますよね。安定してるロッテ。いや、いやだからね、これが俺ね、ロッテが10連勝したんだっけ、あれ11連勝。正直その、まあ、評論家とかね、はい、まあ、とかしてる身から言うと、うん、あんまり申し訳ないけど強く感じない。そうですよね。そう、はい、でも勝つっていうことはどうかがしぶといのよ。しぶといっていう表現をするとね。いやだから中継ぎがゲームまた作り直したりとか、うん、そういう起用法がうまいんじゃないですか。ああ、まあ、オリックスこんな感じだよな。オリックスもピッチャー頑張ってるけどやっぱりこうだよね、打ててないですよね。そうそうそう。まあやっぱりね、トングとかがやっぱり2年目っていうのはね、はい、トング、ラオウも、まあそうだね、ホームランないですか。あの1年だけだったよね。だからやっぱりそれがよく言われる2年目のジンクスってよく言われるじゃん。そうですね。やっぱ攻め方とかやっぱり絶対変わるの、厳しくなるのよ。でさらに、まあ、自分もプレッシャーかかるわけじゃん。やんなきゃって。そう、去年よりも絶対いい成績を残さなきゃとか、まあそういうところにちょっとこう負けてしまうというのがね。ライオンズは、ほう、はあ、長打力はあんねや。ということで、ええ、ここまでパリーグ編です。しゃべるし、もう盛り上がる盛り上がる、はい、このアプリがあるからですよ、これ。そう、そう、これマジで見ちゃいますよね。ね、これあれだよね、やっぱり居酒屋とかさ。そうですね、絶対ありだよね、携帯見ながら。そういうイベントやればいいのに、日刊スポーツが。あー、1日あの日刊スポーツアプリ居酒屋。そうね、店長、店長、1日店長、ダンシングオートラブ。はい、はい、じゃあまた次、はい、ということでセリーグ編もお楽しみください、はい。